ありがとうございます。アネさんバラありがとうございます。ちょっとじゃん。見えてますか？っていう感じです。ちょっと待って。今日はちょっと見えてますでしょうかって話なんですけど、こんばんは。今日は寒ーって感じだったんで暖房をつけてみました。まあでも昼間はね、でも風が冷たいじゃないですか最近。ポカポカしてても気温高くてもなんか風冷たいなみたいな感じで、風冷たいから結局私冷え性なんでね、指先と手足先が、指先手先足先がもうめっちゃ冷えちゃうんですよ。で普通に寒もう寒ってなっちゃうからめっちゃ冷たくなっちゃうんですよね手が。そう、水二郎さん結婚してスタンプありがとうございます。末端冷え性的な、なんかそうなんです。もう指先がね秒で冷たくなる。今お風呂上がりだから、あテロップ入れてないだからいいんですけど、もう足先は冷たいですね。そう、こんなモコモコの靴下履いてんのに。ねえ、本当に。そう、すぐ冷たくなるんですよ。鼻の頭が冷え、いや、わかります。私もすぐね、寒さを、なんて言うんだろうな。なんか寒さを感じやすいのかわかんないんですけれども。すぐ鼻先が冷たくなり、
冷たくなるんですよね。で、鼻水が出るんですよね。まあ人間だからしゃあないやと思ってるけども、次はびしゃれなしとのぶやですか。私ね、れなしさんと全然話したことないんですよね。そうなんです、お風呂上がって寝ないの。お風呂上がって寝ますよ、いつも普通に。けどお風呂上がって編集して、編集が入るですけどね、私的には。そうなん、いやね、声かけづらいも何もお会いする機会が全然なくて、チームが違うと、そうチームが違うと本当にお会いする機会もなく喋る機会もないんですよ。そうなんや。だから他の他のチームの方々はあんま喋んないですね、はい、ちょっとちょっと、そうなんです。寝れないときは寝れないときはね、私は寝香水をします。香水をちょっと振って、そうやね、そなんか寝香水ってやつがあるんですよ、あるというか普通に寝るときに香水をするっていう文化があるんですけど、香水好きのあれには、界隈には、界隈というか、なんかその香水とか、あとなんかルームフレグランスみたいなのあるんですよ。ルームフレグランスとかをシュッてして寝たりとかするとね、全然そのね、なんて言うんだろう、いい香りの中寝れるからすごい良いですよ。私はでも何振るかな、でもシャンプーの香りとかのルームフレグランス、シャンプーっていうか、まあ石鹸の香り系のをシュッてして、その後にでも金木犀はね、金木犀も振るときありますね。金木犀は安眠効果があるので、そうだから金木犀とかおすすめです。
だからまあ自分につけて寝ることか。そうそう、この辺にシュッてしたらね、香りがスーッと来たりするので、そう、金木犀は安眠効果があります。あとでもハーブ系もね、すごいおすすめです。なんかあの無印のさ、おやすみブレンドっていうやつあるんですよ。そのおやすみブレンドっていうそのブレンドをされ、おやすみ用にブレンドされたアロマオイルがあるんですけど、ああいうのをちょっとあのベッドのところにアロマストーンに垂らしてみたりとかしても、おしゃれで、あれめっちゃ寝れるって有名ですよ。でもそう、そうなんです。でもあとは寝れないときは音楽を聴きます。音楽、なんか寝るっていうプレイリストを作って作ってというか、なんかすぐね、寝る音楽、最高の睡眠っていう、なんて言うんだろう、プレイリストがあって、それでなんかそのいいやつをずっと探してたんですけども、これめっちゃ寝るんですよ。そう、これって言っても分かんないか、ヒーリングリラックス BGM チャンネル335ってやつ。そう、これめっちゃ眠れるんですよね。そう、そうなんです。でもなんかハーブの香り苦手な方とかはあれなんで、店頭でなんかこう、なんだっけ、店頭でさ、なんかこうミストじゃないあれね、やってるとこたくさんあるので、とか店頭にそのサンプルが置いてあるとこもあるので、それで香っていけそうだなって思ったら、貴重品ではなくてね、加湿器、アロマ加湿器じゃない、なんかアロマディフューザーみたいなのが、まあ、無印にあるんですけど、それにね、たまにおやすみブレンドがこう毎日ね、香りをこう変えるんですけど、変わってるんですけど、あれまあ、いい匂いだなと思ったら買ってみてください。安眠 BGM をね、いいやつをずっと探してたんですけども、これめちゃめちゃいいですね、本当に。前髪よう分からんけど、まあいいや。そう、ヒーリングリラックス BGM チャンネル335ってやつ、あれっすね、 Apple Music。 小さい頃なんか子守歌とか歌ってもらった、おばあちゃんがずっとあの
私長女なんですけど、おばあちゃんがずっとおんぶしながら夜道を歩い、家の周りとかを散歩してくれたりとかはしてました。そう、でもすごいその時間がとってもとっても好きでしたね。はい、まあ、全然寝れない日もあったんですよね。いや私気にしいだからさ、もうなんかちょっとあったら気になっちゃうのよ。で気になって寝れなくて、そうだから今も普通にそのやっぱ次の日持っていかなきゃいけないものがあるとか、次の日あ何があるっけ、次の日今充電してる AirPods を入れなきゃとか、次の日例えば普通にもうパッキングをしてて、パッキングをしてて、メガネをね、私よく、メガネを忘れるんですよ。そう。東京に行ったり、ツアーで熊本に行ったりとか、そういう、そのパッキングをしなきゃいけないときにメガネをね、まあ、いつもさ、こう、なんやろ、あれやねん。いつもまあコンタクトをしてるのよね。でコンタクト外して夜コンタクトを外すからメガネをつけるわけね。でまあメガネを朝つけてでコンタクトに付け替えてそのまま置いていくってことがよくあるんですけど、なんでコンタクトケースをもう開いた状態で入れとかなきゃって今一回思っちゃったら寝れなくて。そうでももうって思いながらちょっともう準備をねもう一回 しますけど、ようなような、そう、それが気になっちゃって寝れないんです。私これ寝癖流し寝る、そう、なんかすごい歌詞がついてるやつね流してたんですよ。それこそ寝癖さんだったり、そのこぼれさんの夜の片隅っていう曲が好きなんですけど、夜の片隅とか明けゆく夜にっていう曲があるんですけど、こういう曲聴いたり、夜を迎えにも好きかな、夜を迎えにの方が聴いてたかな、夜を迎えにとか、夜の片隅とか、あとねマカロニえんぴつさんだったりサウシードッグさんを聞いたりとか知ってたんですけど、なんなら寝る用のねやつありましたもん。青春と一瞬とかを聞きながら寝るのもめちゃめちゃいいんですよ。普通にいいし、心を落ち着かせたい時っていう、テルーの歌知ってます？手島葵さんだっけ、テルーの歌ってさ好きなんですよ私。テルーの歌とか命の記憶、そのまジブリ系がすごい好きで、そうそう、海になれたらとか、テルーの歌、さよならの夏、コクリコ坂からのやつとか、命の記憶とかをね聞いたりとかしてたんですけど、やっぱ歌詞はあると歌詞を追っちゃうんですよね。そう、神経質すぎてそうっていうのに気づいて、あれ歌詞あるのダメだと思って、でちょっとヒーリング系に切り替えてみた。歌詞追っちゃうんですよね。でもジブリのヒーリングミュージックのなんか
こうオルゴールのやつとかはね、たまにね心落ち着かせたい時に聞きます。波音はどう？波音もなんかザザザーの時が気になっちゃう。でもね、波音入ってますよ、そのフィーリングのやつに。けどいい感じの音音量。そうそうそうなんですよ、私歌詞を追っちゃうんですよね。だからちょっと、寝れないんだ。もう神経質が神経質を読んでてということやっていう感じなんだけど、神経質すぎて歌詞を追っちゃったり、なんかその他のまあなんかなんて言うんだろうな、普通のこう映画の曲とかだったら映画が思い浮かんできたりで、それでババババババって関連して、そのなんか先生授業の途中に先生がバーって脱線していくみたいな感じで、ああいう感じの思考になっちゃうじゃないですか。もうあれが止まんなくてっていう。そうなんですよね。で、深読みしちゃう、深読み？俗に言う深読みをしちゃうから、もうなんか全然気になって寝れなくて。そう、だから、あ、私歌詞ついてるの、ダメ、寝れないなぁと思って。そうなんですよ。唇が乾燥する、目も乾燥する。そうなんですよね。あ、違うわ。移動中は音楽サウシーとマカエン聴きながら、いや、シャッフルしてるな最近。なんかまあ、あの好きな曲、好きなアーティストさんの曲がシャッフルで流れるように全部一個のプレイリストに入れてるんですよ。マカロニえんぴつさんとサウシードッグさんとハンプバックさんの背景少年とか、あとね、誰いる、スミカさんとか、ネグセさんとか、羊文学さんとか、リュックと添い寝ご飯さんとか、こぼれさんとか、バンディさんとか、オレンジスパイニークラブさんとかを、自分が聴きたい曲とか好きな曲を全部ガッと全部もう適当に入れてる、適当に入れてるプレイリストがあって、それそうそうそう、それをね流しながら本を読んでます。ああ、もう泣かないで。そう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 、もうめっちゃ好きなんですよあれ。背景少年よって曲めっちゃ好きで、でもあれにないのよね、こういうなんかこういう音楽配信アプリになくて。そうそう、けどなんかライブバージョンがあるんですよ。ライブバージョンの音源はこう Apple Music に入ってるので、それを聞いてます。それを聞きながら本を読んでます。もうとてもね、なんて言うんだろう、本でも最近本を読み出してからすごく心が落ち着くようになった。
そうなんです。聞きながら本読むの逆にすごい。そうやってます、やってます。いいよね、あの曲。私もすっごいあの曲に救われてる気がする。超素敵ですよね。もうぜひ聴いてみてほしい、皆様に。でも聞いてみてほしいです。サイレントディモンスターハートありがとうございます。そうなんす。でもそう、すごい、なんて言うんだろう、音がでかすぎると、音楽がでかすぎると内容が、本の内容が入ってこなくなるからすごい小さめに流しながら。でも、まあ、音楽がないとさ、電車の音とか私苦手なんです。もう苦手な方多いと思うんですけど、電車のでっかい電車の音とかが苦手だから、いつもこうやってノイズキャンセリングして過ごしてるんです。ノイズキャンセリングをして過ごしてるんですが、それでもさ、音でかいじゃん。だから音楽でかき消すんですよそう、音楽でかき消さねばならんという感じでございましょうか。はい、かわいい。何した今私、全然覚えてないんだけど。そうなんです。だからもうずっとね、ノイズキャンセリングですね。最近読書に集中して乗り過ごしたことない。読書もですし、なんだ、 YouTube とかよく見るんですけど、 YouTubeで結構コムドットさんのサムネとか、コムドットさんの編集の仕方とか最近すごい学んでるんですけど車内アナウンスもカットですか？あ、車内アナウンスもカットですね。まあ、全カット。もうスマホにさ、乗ってる、スマホに乗ってるし、なんかドアのとこ見ればさ、大体わかるじゃないですか。まあ、わからない車両もありますけど。まあでも、そう。なんか止まって、止まったところの駅のところに書いてある駅名を見て、違うかって。でも全然なんか乗り過ごしたことはあります。何回か。人が少ない静かな電車が好き。そうだから私、田舎の電車とか好きですね。田舎のバスとか田舎の電車とか、まあ、超好きです。そういいよね。けどさすがにバスはちょっと、私バスに全然慣れなくて、本当にバス全然慣れないから、
そう。周囲の音が聞こえないと怖くて歩けないって感じかな。そう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 。バスは全然なんか、私まだバスそんなに乗ったことなくて、人生の中で。そう。あ、間違えた。もういつもなんかパソコンを指で触っちゃう癖がある。そう、なんかまあ九州とかも地方だったらわかると思うんですけど、本当にパパもママも車があるからさ、どっちかが送ってくれたりとかするから、バスはさあんまり使ったことないから怖いんだよね、乗るの。普通に怖くない？しかもそう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 、でも全然バスの方が安い時あるからさ、まあ、あの挑戦するんだけど、全然もうあのドキドキですね。ちゃんと降りれるかドキドキ。地域に乗るって乗り口、あのね、九州はね後ろから乗って前から降りるんですよ。そう。でも東京のバスはってこと、もう友達もみんな驚くんですけど、え前から乗るとってめっちゃ驚く、みんな。そう、東京は前乗りじゃないですか。まあ前から乗る。そうやね。目が乾く、やばい。料金が均一だからって思うやん。でもね、なんかね、普通のバス、もうなんかバス安いやんって思ってから、バスも結構乗るようになったんですけど、最近はね。そうそう。けどなんか乗る、降りる場所、降りる駅を教えてくださいって言われて、何なんですって言って、そこにピッて設定して IC カードピーみたいな感じらしい。感じらしいって言って、けどね、そうそう、あ、わかるわかる、スイカで何でも行けるよね。バスの乗り場で私もね全然わかんなくなる。なんかさ、えっぐい量のなんかバスの乗り場あるとこありません？なんかバスターミナル的な、あれ苦手ですね。もう私どこに行けばいいかわかんなくなるから、あの乗り換え案内様に頼らせていただいてます。乗り換え案内のなんかなんていうの、例えば 5の C とか書いてあるじゃん、なんとかなんちゃらみたいな、なんか 6番乗り場とか書いてあるのを見て